どうも、吉田です。はい。ゴルフ動画への反響ありがとうございました。まあ、ほとんど喋ってるだけで、一番最後にわけのわからないミスショットの、動画付きのまず1本目上げたんですけども、さあここからは、まあ、練習風景と、ラウンド風景をまあまあこう撮っていけたらなと思うんですよ。で、まあ、ゴルフ動画ってもうめちゃくちゃいっぱいあるんですけど、まあ、ほとんどレッスン動画で、あとはクラブの、レビュー動画みたいな感じになると思うんですよね。ほとんど YouTube に上がってるのが。なので、まあ僕はもう本当にもう下手くそが練習していくというだけ。もう淡々と練習していくだけ。でもしくは、ラウンドするだけという。ラウンドも、まあ、なんていうかな、試合とかそういうことではないので、まあもしかしたらね、いずれ何かこう、一緒に、こう視聴者さんとかと一緒に回ったりできる日が来るとは思うんですけど、まあその、この間もまあ、ハーフじゃないや、ショートコースか、ショートコースに、実は僕のお店のマスターと、で、もう一人、視聴者さんと、3人で行ってきたんですよ。で、その2人は本当に初めて、ゴルフ自体が初めてってことじゃないんですけど、まあそコースっぽいところ初めてみたいな。ですごい楽しかったんですけど、まあその模様はちょっと動画撮らなかったので、まあもうあれやったら撮っといてよかったなって正直思ったんですけどね。それもで次回行くときはちょっとそういうのも撮って、まあ和気あいあいと遊んでるよっていうのも、まあ、見ていただこうかなと思うんですけど、まあ僕はそのゴルフの魅力みたいなのを伝えればいいかなと思ってて、でまあ、動画撮っていきます。で、下手くそがどういう風に上手くなっていくのか、また上手くなっていかないのかというのをね、ちょっと見ていただければ、まあゲームと思っていただければ一つの、はい、っていう感じです。で、今日、2020年、今日が7月24日なんですけど、24日で、練習行ってきましたので、で20球ほどちょっと動画撮ったんで、いろんなクラブを撮りましたので、それをちょっと見ながら、ああやこうや言っていこうと、自分で撮ったやつを見ながら。ただちょっとね、絵がね、申し訳ないんですけども、ちょっと人が多くてですね、こういい角度で撮れなくて、もうすごいなんか自分が全然映ってなくて、後で気づいたんですけど、全然映ってなくて、本当にもうただ単に打ってる瞬間の部分しかわからないので、もう何も参考にならないんですけど、まあこんな感じで練習してるよっていうのと、これぐらいの腕前よっていうのが、まあ大体分かっていただけるかなと思うので、まあまずは僕のその今こんな現状こんな感じよということをちょっと見てもらおうかなと思いまして、はい。さあでは行きましょうか。これね、なんかね、クラブが邪魔でとりあえずどけたんですけど、これ何時ぐらい？ 6 時ぐらいですね。夕方6時ぐらい。まだかなり明るいですけどね。はい。太っちょおじさんが出てきましたけど。まずは、あと20球ぐらい多分残ってるんですよ、球が。で、4球ずつクラブ変えて、打っていこうと思って、動画撮り始めました。これはね、多分52度のウェッジです。で、近くから狙ってんのかな。こう、2回打席なんですけど、これ。3回か。3回打席なんですけど、もう下のターゲット狙ってます。これが多分40ヤードぐらい狙ってるのかな。で、次が多分60ヤードぐらいを狙ってる。60、もうちょいかな。もうちょい強い感じですかね。はい。で、ちょっと中心が分かりづらいんですけど、真ん中の鉄塔と1本目の柱の間ぐらいが、まあ、真ん中。ど真ん中という感じですね。はい、これは、ね、グリーンがあるんでグリーン狙ってる感じです。はい。で、次多分ピッチングかな。ピッチングやと思います。次はピッチングで100ヤードぐらいの多分グリーン狙ってます。ちょっと多分右です。ちょい右。ほとんどボールが見えないですね。やっぱ夜行くともうちょっと見えるかなと思うんですけど、まあ、この練習場すごいボール見にくいんで、この時間に行くともう真っ白で見えないんですよね。左行ってるけど、多分グリーンには狙ってる、グリーンには一応着弾はしてると思われます。確かそんなにミスらなかったと思うんですよね、ピッチング。この僕旧日本兵みたいな帽子が好きなんですよね。この被り方が最近気に入って、ここの被り方めっちゃしてるんですよね。はい。さあ4球打って、もうだいぶ疲れてます、これ。ちなみに暑いしね。これが多分ね8番アイアン、
なんか7番アイアンずっと打ってたんですけど、なんでかわからんけど8番アイアンを最後に打ってます。なんかね、コース行った時にね、ラウンド中8番アイアンよく使うイメージなんですよ。で、8番アイアンをまあ練習しといた方がいいんじゃないかと思って、まあ、なんか130ヤードぐらいを多分狙ってます。130、140ぐらい、ラン込み140ぐらいのところ、130地点に落としたいって感じですね、これぐらいのスイングしてると思います。だいたいそれぐらいが多いんですよ。セカンドにしてもなんかこうちょっとトラブルショットにしても130ぐらい飛ばしたいなみたいな。でなんかあのパー3でも短めのとこやったら8番でとかね、はい。今日はね悪くなかったです、アイアンに関しては。もう、まあ、アイアンはね意外とねいけるんすけどね。これユーティリティ3番ですね。めっちゃ大昔に買った、1980円で買ったスリクソンの古いユーティリティ、もうめっちゃ苦手で、最近練習し始めて、もう嫌いで練習してなかったんですけど、最近練習し始めてようやくちょっとまともに飛ぶようになってきたっていう。今ちょっと左、多分左引っ掛け気味というか、まあまあフックしてますね、多分ちょっとフックするんですよ。気抜くとフックするんで、できればスライス気味に打ちたいんですけど、いつもフックしてしまうこのクラブが。ただ、まあ、割と軽く振ってますけど結構飛んでて、これ今強く振りましたけど、これ200ぐらい飛んでます。4球目これがね、まともにねコースで飛べばすごくいいなと自分的には思ってます。ちょっとね、ほんまフォームとかを見てもらってああだこうだ言っていただきたいんですけど、ちょっと今度ちゃんと撮ってきますね。ツイッターではたまに上げるんですけど、これね急遽下げました。なぜかというと天井に当たったんです。これ練習してる時ね、もう吹き上がって天井に当たるというね、もうアッパースイングすぎるんやろな、よくわかんないんですけどね。どんどん球が高くなってきちゃって、はい、これ右超ミスですね。右に低いのが右の網ぐらい当たった。これはどうなったかというと先っちょに当たりました。もう面に当たってないです。はい、もう遠側の先端に当たって変な球になってます。左に出て右に曲がって帰ってきてるような感じの球ですから、もう ほぼ見えないです。ドライバーね、もうマジ見えないです。僕も打った瞬間でも見えてないんで、なんとなく打感でこの辺飛んだやろなっていうぐらいしかもう想像つかなくて、今のはまあほぼまっすぐ出てちょい右に曲がってぐらいじゃないですかね、多分。これもちょっと高めに出てますけど、まあ、ちょい右に曲がって、だいたいね、右のなんて言うんでしょうか、狙ってるところのもう一個右のネットぐらいのところに当たってます。これは結構まっすぐいったかなっていう感じでしたね、最後の一発は。はい、とまあこんな感じでございました。まあこんな感じで練習行ってます。で一応練習の球数とかもこう記録するようにはしようとしてて、ちょっと前までは記録してなかったんですけど、その改めて練習行き始めてからはちゃんと一応記録して、まあ今後のねこう練習に役立てようということで、記録し始めたのがつい最近なんですけど、7月19日150球、7月20日250球、7月21日200球、7月24日150球と、まあなかなか打ってます。はい、で今はどうなんやろ、まあ上手い方はねもうほとんど多分球打たないんですよ、練習とか全然打たない、一球一球大事にされるんですけど、僕はまだもう全然なんで、もうとにかく数打ちたくてしょうがないんで、まあまあ体力的にはまあ打てるんで、まあ、バシバシ打ってるんですけど、とりあえずほんでまあ安いプランで150球とかさ、まあ200球とかそう言われるんですよ。200球って結構大変なんですよ、時間かかるし、なんですけど、まあまあとりあえず打って、はい、今のところはやってます。で参考にしてるのはまあ YouTube の動画とか、あとは、教えてもらったこととかをまあまあ自分なりにこう噛み砕いてやってるんですけど、まあ、昔やってた時に比べて
変化としてはなんかドライバーは今の方がもう明らかに合ってる感じがします。なのでちょっとこのまま行きたいっていうか、もうドライバー欲しいんですよ。もう一個その今キャロウェイのやつ使ってるんですけど、もう新しいやつあるんで新しいやつ欲しくなってきて、だからまあちゃんとこうラウンドで結果出たらこう買おうかなと思ってて、まあその目標をね達成したら買うという感じで、まあ、まずは久しぶりの100切りをちょ目指したいんですよ。本当にもう何年も多分3年とか以上100切りをしてないんで、まあそもそもラウンド行ってないんですけど、その100切りからもうご無沙汰なんで、とりあえずそれをまずは目指したいと思ってます。はい、ということでこんな感じのご報告でした。あと勇者ゴルフ部みたいな感じでタグつけて一応ツイッターでもつぶやいていこうと思ってるんですけど、まあそれを作ろうと思ってて T シャツをじゃないや、ポロシャツを作ろうかなと思ってます。なので専用のポロシャツを作って、まあ欲しいという方はちょっと購入いただいてみたいな、でうちのゴルフ部に入部の方よろしくお願いします。はい、いつの日か皆さんとお会いできるのを楽しみにしております。ではでは、こんな感じでした。ありがとうございました。